はい、こんにちは、まめと申します。白線真っ赤実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで今回はまずワンちゃんどかし作戦ですね。確か、ドッグフードを手に入れたんでしたよね。はい、最高級の噛み心地をあなたの愛犬に、ということでこれを渡していきましょう。はい、ワンちゃんご飯だよ。目の前に餌を並べてみたわ。これでどいてくれるはずよ。おっとおお、うまくいきましたね。やっとぜ。バックステップすんなよ、マッカ君。あ、はい、汚いから俺に取れと。空き缶を手に入れた。アルミ？スチール？どっちでも大丈夫ですよ、多分。まあ心配なら両方持っていきましょうか。よし、倉庫前に行こう。はい、戻ります。創生ってどうやるんだろうね。とにかく任せたぜよ、ということで。うん、金属も揃ったし、いよいよ、出番よ、マッカ君。これまでも活躍してましたからね、俺。細かいことは気にしないの。それじゃあ早速。うわぁ、ん、何よ。鍵の形がわかりません。どうやって想像すればいいんですかね。あ、キーの形が知りたいのかい。ナイスガイ。これを見ればん？ならばこれを見るぜよ。これは鍵の写真ね。どうしてそんなものを持って。うん、まあいいです。それじゃあ剥がすよ。激しい。また始めますね。少し静かにお願いします。創生はオートで行われると言ったが、集中し意識すればある程度の造形はコントロールできる。素材は空き缶、そこへ鍵の創造を。いやあ、さっきまで犬を見てたからかな。相変わらずユニークな想像力ね。悪かったですね、イメージが下手で。それはともかく早くお札を貼らなきゃ。いった。さあマッカ君、その鍵、犬、うん、めめ、鍵閉めたで倉庫を開けちゃおう。そうですね。あと白線の名付けセンスもユニークです。ドワッフル開いたぜよ。役目を果たしたら消えるんだ。消えた？役目を終えると消えてしまうんです。ありがとう、鍵閉めぬ。なるほど、ありがとうぜよ。それじゃあ調理を始めまっか。え、呼びました。地味に呼んだよね。いいから始めなさいよ。おっと、こいつはいけね。作らにゃ作らにゃ。ということでやっとこれで。ああ、いいな、ワッフル食いたいぜよ。ああ、おいしい。うん、すっごくおいしい。おいしさの、語彙が乏しいですね。うるさいぞ。どうだい、私を救った甲斐あったぜよ。確かにとても美味です。マッカ君だって美味しいしか言えてないじゃないの。ほらほら、ふわっととろける生地の柔らかさと、たまに現れるシュガーのサクッとした食感によるコントラストが絶妙です。そしてトッピングされたチョコレートのビターさが甘さをより引き立て、甘いものが得意な人、あまり得意でない人のどちらにも愛されるようなハーモニーを奏でています。何言ってんの、怖っ。うわぁ、負け惜しみ。違うよーだ。へえ、そこまで考えてなかったぜよ。え、なはは、ギャグぜよ。ですよね。ともかく今回の件は本当にサンキューベリー抹茶アイスクリーム、蜂蜜をたっぷりかけて、間違って黒蜜じゃんぜよ。今後トッピングはサービスさせてもらうぜよ。あら、ありがとう。それじゃあまた来るわね、マッカ君を添えて。それじゃあ俺がトッピングみたいじゃないですか。だってさっき小さい頃トッピングやってたって。ホッピングですよ。ギャグだらけですね。これが俺と
白線の日常。他人から見れば異常かもしれないけれど、これはそんな俺が得た日常なんだ。みっけ、あは、マッカ君、みっけ、誰？チャプター2、あの頃を忘れない。あー、美味しかった。やっぱりワッフルは美味しいわね。そうですね、少し動いて疲れた分、甘いものが体の癒しになりました。そうね、久々に力を使って疲れただろうから、今日はゆっくり休むといいわ。白線が俺をいたわってる。怪しいぞ。白線？白線？ちょっとね、発音どっちだろうと思って。明日はワッフル食べ放題に挑戦よ。だからたくさん食べるために体力をつけておきなさい。やっぱり。でも俺、食が細いんでお断りします。うん、じゃあ一人で参加するから隣で応援しててよ。何にせよ強制連行なんですね。キラン、あれ、誰かこっちに来る。え、誰だろうね。あ、え、誰だろう、この可愛い。久しぶり、マッカ君。ああ、マッカ君の知り合いね。で、マッカ君、マッカ君、俺をそう呼ぶのは白線ともう一人だけ。言ってたね、最初に。セイラン。アスカ・セイラン。それが彼女の名前だ。マッカ君。違うんだな、それが。私のことはアイちゃんって呼んでね。え？夫アイのアイちゃん。あなたが あなたがしたこと忘れないために、あなたは私をそう呼ばなくちゃ。ねえ、もしかしてこの子が例の？はい、俺が光を奪った相手。あ、俺が白線と出会う前、つまりお札がなかった頃、負の感情が創生を暴走させたことがある。その時生まれた、生まれ出た化け物によって彼女は右目を失った。何を今さら言いに来たのかって思ってる？そうだよね、一度は解決したことだものね。ううん、別に恨んでないよ。だってほら、右目の奥にはずっとあの時のマッカ君の姿が焼き付いてるからね。なんかちょっとニヤリ顔だよね。それにマッカ君、私の右目になってくれるって約束してくれたから。これってプロポーズよね。そうだよね。いや、それは。え？なんでもない。ちょっと怖いな。どうしたの、マッカ君？俺、そうは言ってないですよ。生活を支援するって言ったんですよね。それなのにマッカ君ってば、私を追ってきてくれないんだから。追ってきてくれないんだもん。そりゃ、いろいろしてくれたから今ではすっかり不自由なく暮らせてるけどさ、離れてても私のことだけ考えてると思ったら子供のおもりしてるなんて寂しいよ。しょんぼりしちゃうよ。子供おもり？だけどね、今日会えたのは偶然じゃないと思うの。名簿あさっていろんな町に行って、学校を寄って、寄り道開いてここに来たの。これって運命だよね。そうだよね。アイちゃん？呼んでくれた。巨乳モフ声が森露心に。嬉しい。声が、嬉しすぎて。向こうが。もう逃がさないぞ。あらあら。あの頃に戻ろうよ。あの頃、まさか。そう、マッカ君が私のことだけ考えるために部屋を閉ざしたあの頃に。
だから。ん？お札を。うん、剥がしたよ。いらないよね、こんなもの。あの頃にはなかったものだもん。ハクセン、スペアは？ないわよ、昨日交換したばかりだから。そうですか。アイちゃん待ってよ、それがないと俺は。知ってるよ、でも余計なことを考えなければいいんだよ。ほら、一緒に戻ろう。ごめん、俺はあの頃には戻れないよ。改めて友達として仲良くしていこう。嫌だ。マッカ君がお札がなくちゃダメなように、私もマッカ君がいないと辛いし、お友達じゃマッカ君の一番がいいし、他の子と仲良くもしてほしくないし。私はずっと右目の奥に焼き付いている。マッカ君のことを忘れられるわけもないのに、マッカ君は私のことを一瞬でも忘れることがあるって思うだけで、あの時の痛みが止まらなくて。だけど全部なかったみたいにするんだね。あいちゃん、俺はあの頃を思い返してしまった。マッカ君、今そのことを考えちゃダメだよ。マッカ君、私の光を奪ったこと忘れたりしたら。はあ、俺はずっと暗い場所にいたんだ。アクセント出会う前、いや、どころか愛ちゃんと出会う前からずっと。生まれて数年ほどの時点で、俺は自分が人と同じではないと理解していて、それが人を傷つけるものであることも知っていた。だから誰も傷つけないようにひっそりと生きてきたんだ。それでも俺と関わって遊ぼうって言ってくれた女の子がいた。それがセイラン、アイちゃんで、その行動力によって俺はようやく人と関わったんだ。けどやはりそれは間違いだった。この子ともっと遊びたい、人とつながっていたい、そんな欲が創造となって命を宿したんだ。そして生み出された生物は家に帰るのを引き止め遊ぼうとした。けどその力は強く、愛ちゃんは傷を受け、こんな奴が光を見るべきではなかったんだ。そう悟って俺は、また暗い場所へ帰っていったんだ。マッカ君、まさか、物が消えていく、創生が始まってる証拠ね。やっぱりマッカ君、昔を思い出して。やばいやばい、すごい量じゃない？今、私のことを考えてくれてる証だよね。やばいやばいやばい、見せ事なくなっちゃう。マッカ君、いい加減にしなさい。止まった？痛いですよ、白線。でも正気に戻れました。それより創生された生物たちを何とかしないと。おそらく人と関わらない創造も混ざっているので、人目にはつかない場所に散らばったと思いますが。そんな。愛ちゃんごめん、今は被害が出ないようにする、それしか考えられない。また後でちゃんと話そう。行きましょう、白線。そうね、マッカ君。行っちゃった。まあ、被害が出ちゃったらマッカ君はその人たちのことも忘れないようになっちゃうもんね。それに今は考えられない、後で話そうって言ったんだから。後で、これからずっといてくれるんだよね。だったら待ってなきゃね。怖い、やっちゃヤンデレですね、思いっきり。カップルに嫉妬しない？大丈夫だった？はい。ということで、生み出された生物たち、地下水路、また変なところにたどり着きましたね。もしかして疑ってるの？間違いないわよ、
シュリーがそう反応してるんだから。言いながら白線はカバンを開いた。そして中から勢いよく飛び出してきた。それは俺の肩へと滑り込む。あ、何このエビっぽい、エビっぽいものこそがシュリーだ。ヒュー、かわいい。もちろん俺の創生した生物なのだけど、今回のような危険性は全くない。むしろ白線が気に入って以来カバンの中で暮らすペットとなっている。役目を終えて消えることもないのだが、それはおそらくシュリーの役目のせいだろう。シュリーはいわば俺の生み出した生物の気配を感じ取れる創生物探索、探知機なのだ立ち上がった。だからシュリーは、いつまでも消えない。きっと俺が力を失うまでは。はい、シュリー、居場所教えてくれてありがとう。ご褒美のほうれん草よ。じゃあ、まぜ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 。うわ、かわいい。まぜ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 。わまぜ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 。かわいい。ちょっとファービーのかわいい版みたいな。ファービー怖いもんね。わぐわぐ、お腹減った。すごいね。すごい声するもんね、ファービー。なるほど。シュリーの情報なら正しいですね。では、この辺りを探索してみますか。はい。セーブしたい。はい。お待ちください。危ない。ロードとかしたら、やり直さなきゃ。ということで。あ、でも穴が開いてるよ。こう行けばいいのか。いた！今のは一体。何かはまだわからないわね。でも、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 でも絶対そうだね。生み出した生物だろうね。どこに行きやがった。うっねえ、これさ、絶対怪しくない？いつか逃げそうじゃない？ちょっと待って、ちょっと待って。大丈夫か？あ、いた。なんだろう、板の上になんか釘が打ち付けられてる。って何ですかこれ。何って、マック君が考え出したんでしょうに。いや、そうじゃなくて。お、逃げ上がった。逃げてしまった。早く追いましょうと。お、今勝手に歩いてる。また来やがった。待って、なるほど。待って、ごめんなさい、読み飛ばしちゃった。そう、そうすると、お店の周りにあったけど、さっきなくなってしまった木の板っぽいものを、のって何だったかしら。木の板っぽい、看板だ！店長！まあ、これですね。そう、看板よ。それで、看板だとすれば、その果たすべき役目は、おのずと見えてくるわよね。看板の役目ですね、なるほど。道案内か。どう言ったっけ。待って、真剣に覚えないと。こう言って、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 こう言ったよね。はい。あ、なるほど、間違った間違った。こう言って、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 こう言ってこうか。はい。私覚えきらん。覚えきらん。もうわかんない。こうだっけ。わかんない。やっぱ違うよね。こう言って、わかんない。どうしよう。何回目だろう。もう私は、わからんくなった。さらに、わからんくなってしもうた。こう言って、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 こう？よーぎだー、捕まえだー。看板だからそうね。命名、看板じゃん。当番じゃんみたい。あなたの案内はしっかり完了したわ。ごめんよ、看板じゃん。
それじゃあ進もうか。はい。ああ、なんかいっぱいカラフルな、カラフルな何かがあるよ。え？足がもろくなってたようですね。危なかった。滝があるし、危ない。うん。光が灯った。ん？怪しい袋ね。マッカ君、何が入ってるの？自分で見てくださいよ。あれ？何も入ってないですね。そう。特に使い道もなさそうね。でもなんか色が。色関係あるのか？赤と青の風船？今のは？おっと！いっぱいあるよ、なんか、風船が。どういうことだ？木箱ですね。うん、木箱。ん？何かついてます。何かって、見ればわかるでしょ、これは。しつこいよ、これ。店長、全部に店長を主張してくるな。まあ風船ですよね。風船よ。風船ですね。まさか白線がまともなこと言うとは思いませんでした。なあ。しかもただの風船ではありませんね。俺が創生してしまった生きている風船です。なぜ木箱に縛り付けられているのかわかりま、わかりかねますが、このままだと逃げもしなさそうだから、とりあえずは向こうに飛んでいた風船を優先した方が良さそうね。ええ、そうですね。橋をなんとかしないとだね。橋が壊れていて先に進めないわね。先に言っておきますけど、橋を創生するのはさすがに無理ですからね。じゃあ何かを橋の代わりにする？できますかね。こいつらを押していく？あ、やっぱそうなんだ。ああ、この順番に多分、やれってことですよね。青、緑、まずこれ、あ、待って。こうならないといけないのなら、まあ、いいか。押してみましょう。はい、はい。押せない！あれ？どうするんだろう？とりあえずちょっと一旦時間が結構来たので、ここで一旦終わっときますか。はい。ということでご視聴ありがとうございました。では次回、橋を架けていきましょう。ということで、バイチー。